ヤフードームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。ソフトバンク西武、その試合の模様をご覧いただきます。解説席には青谷康さん、西田幸弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして現地の様子を伝えてくれるポーターです。はい、こんばんは。ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々2人がお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。ホークスのスターティングピッチャー荒垣、ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。常時150キロオーバーの快速球と球界屈指のスライダーに打者も脱帽。160キロの夢を見せてくれ、荒垣なぎさ。足のスペシャリスト福地、14年目のシーズンとなりました。何を投げてくるか。初球振りません。ストライク狙ってきたんでしょうか。2球目はどうか。浮かされました。ライト線に上がった。しかし詰まっています。打球に力がありません。取りました。ワンアウトになっています。高いレベルの走攻守でブレイク。自慢の俊足で盗塁王争いに参戦する西武機動力野球の主役。ワンアウトになりました。さあ、1投目鋭い打球、初球捉えました。これはサードになります。一塁送球、片岡サードゴロに。スケール大きな走攻守でライオンズの未来を背負う男。全てに磨きをかけてミスターレオへと飛躍する中島裕之。第2球ストライクになります。153キロ出ています。ツーアウトになりました。3球目これはストライク。このストレートで追い込んでいます。さあ、4球目あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。結局スイングアウトの三振です。1回の表が終了。ライオン3人で攻撃を終了しています。代わって守りますライオンズの先発ピッチ、長打を捨て単打でした。昨シーズンの成績に出ていましたが、2割9分4厘のアベル、そして打点の数60となっています。まずは見送りました。ノーワンです。2投目はさあ、この当たりはこれはセカンドになります。1塁を送ります。1塁これはアウトになります。大村セカンドゴロに終わっています。卓越した走攻守で昨年の数字が出ていましたが、3割1分2厘のアベル、そして打ったホームランの数3となっています。高めから入りました。カウント1ストライクノーボールです。2投目。これも強い当たりだ。セカンドへの打球。破った。1、2塁間を抜けていきます。さあ、ヒットになった。先制のランナーがここで出ます。川崎、最初の打席でヒットが出ました。広角に大きな放物線を描くバッティング。俊足強肩の鉄壁守備。最高峰の外野手へ進化した天才スラッガー。田村仁志。先頭打者は内野ゴロ。その後ヒットを許しています。何を投げてくるか。初球空振りになりました。さあ、カウントはワンラッシング。第2球はどういく。低めインコース、2ストライク。3球で決めてくるか。あっと、わずかに外、2エンド1。さあ、第4球あっと、スイングアウト。ボール球を振って空振り。厳しい内角攻めもいとも簡単に弾き返す脅威の打撃は神がかり的。初球しっかりと投げた。これはセンターへ上がった。セカンドが中継。ここでヒットが出ました。中センターへの打球はヒットになりました。自らのプレー。この回ヒットを2本打たれています。最初の1球初球はストレートから入りました。ボール球に思わずバットが出ました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割5分6厘のアベレージ、そしてホームランの数も19となっています。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。ショートが抑えます。しかしこの打球はショートの守備範囲。1回の表を打ちフルスイングと初回をきっちり抑えています。今日は良さそうに見えますけどもね。はい、初球はどうでしょうか。最初は見ていきます。ボールカウント1ストライク。2投目ストレート打ちました。打球は左
ファウルです。ファウルになります。これファウルにしてバッターもしまったと思ってると思いますけどもね。今の球なら簡単にスタンドに持っていけそうでしたが、大きく外れてボールです。2エンド1です。さあ4球目、高めのインコース、これは釣り球、引っかかりません。次が5球目、変化球決まった、空振りの三振に切って取りました。さあもう1回今のシーンです。強靭なリスト、0対0で2回の表に入っています。さあ第1球、初球振りません、151キロです。2球目はどうする、なんとインコース危ない。次が3球目、インコースボール、ワンツー、今日の1打席目になります。バッティングカウントになった、まっすぐ、ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか、三者連続三振、ボール球に手を出しました。スタンドへ美しい放物線越え、ツーアウトランナーはありません。初球は最初は外のボール、153キロのストレート、どう攻めるのか、強い当たり、これは低い当たり、レフトへの当たり。さあ先制のランナー、ツーアウトからヒットで出てます。レフトからセカンドへツーベースヒット、中村レフトへのツーベースヒット。指名へと今年で19回目のシーズンとなりました。第1球はどうか、最初のボールを決めました、ワンストライクです。2球目、わずかに外れてワンエンドワン。さあカウントはワンエンドワン。さあ3球目、先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割4分2厘のアベレージ、そして打点の数は19となっています。インコースはどうか、このボール球には手を出しません。さあフルカウント、第6球、取った、ファーストへ、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回の表終了、メジャー経験豊富なベッ、さあバッター、ブキャナー、どう組み立ててくるか。まずは見送りました、西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。はい、スライダーがいいですけどもね。なるほど、スライダーが今日はいいようです。さあ3球目は、あっと高め、ストレートで2ストライク目を取りました。さあ4球目、あっと強い当たり、打球はショートへ。さあヒットになります、ブキャナー、レフトへの打球はヒットになりました。外野手戦争に名を挙げたメジャー仕込みのレフティキラー、パンチ力あるバッティングでアベレージも期待、アダム。バッターの7番アダム、何を投げてくるか、あ外のボール球を打って、打球はセカンドへ、片岡、中島、カブレラ、ダブルプレー成功、ノーアウトランナーへ注意の場面。1本50m 5秒台の脚力を生かした軽快なディフェンスと走塁、シュアな打撃で売り出し中。次セット変化球打ってライナーになった、ツーアウトから先制のランナーが出ます。本田センターへ、頭脳的リードで打者の弱点をつきながら抑え、明るい性格でチームを盛り上げる。初球ヒッティング、いい当たり、センター返しの素直なバッティングは一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあライオン、頑強な肉体を駆使したディフェンス、打撃の正確性、攻撃中のライオン、前のイニングは1つの残留、結局無得点に終わりました。どう組み立ててくるか、まずは外から来ました、ボールカウントワンストライク、次のボールは外の、次は村本、さあツーナッシングとなりました。遊び球あるのか、三球三振、空振り、最後は外、空振り三振です。迅速攻打で、ワンアウトランナーはありません。どこに入れてくるか、初球は手を出しません。いいストレートだと思いますけどもね。そうですよね、154キロ出ていました。第2球、あっとこれは強い当たりだ、ファウルです。一塁線はファウルになります。さあここはどうリードするんでしょうか。今度も三球三振、ボール球を振らされてしまいました。さあもう一度見てみましょう。ここで打順ツーアウトになっています。さあ最初の1球、
初球から打った、痛烈当たり、しかしこれは惜しくもファウルです。まあファウルで良かったですよね、甘く入ってましたから。そうなんですね。2球目はどうか。低いボール。西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。そうですね、しっかり投げてると思いますね。ですよね、ここまではいいピッチングですよね。際どく攻めるのか。外、外れてボール。この球は入りません。さあ第4球、打った、この当たりはセンターへの打球、小山村、ここでヒットが出た。菊池、初めてのヒットが出た。さあ打順が変わります。片岡、バッターボックスに入ります。外から攻めていきます。ワンストライクです。さあどうでしょう。インコース、これは外れます。抵抗カウント、ワンエンドワン。さあ3投目、この回ヒットを打たれています。さあバッティングカウント、どう攻める。これは速い球、ボールカウント2エンド2。次が5球目、ここで変化球です。フルカウントです。さあフルカウントになった。あっと見逃し三振、スリーアウト。これはボールに反応できません。さあホークス、3回の裏、先ほどはいい当たりを放ったんですが、セカンドゴロに終わっています。綺麗に捉えましたね。どこから攻めるか。この打球は大きいぞ。この当たりはライト、右への打球、深いところ抜けた、長打になるか。打ったバッターはセカンドへ。さあ二塁に間に合うか。ツーベースヒット。さあ赤星さん、今の、そして初回の1打席目、ライトへのヒットを記録しています。まず初球、初球外してきました。ノンストライク、ワンボール。2球目はどうでしょう。これはストライク、ワンエンドワンです。いきなりツーベースのランナーを許しています。さあ第3球、高めの球。さあここは追い込まれていますが、さあ4球目、ワンアウトになって次のバッターになります。カン、ここは先制できる場面になります。ワンアウトになっています。最初の1球、まず外から入りました。さあカウントはワンナッシング。初回の第1打席、空振りの三振に倒れています。第2球、これは変化する球、決まりました。さあ西崎さん、今日のピッチングはどうですか。今日のパームは抜群にいいですけどもね。ですね、今日のパームボールはキレがあります。これはボールです。見ましたね。はい、最後まで見ていました。ツーアウトで、この前の打席なんですが、センターへのシングルヒットを記録しています。何を投げてくるか。最初はボール、ノーワンです。松中、今日のゲームは1回出塁しています。さあバッター松中、さあ2球目、この打球はショートへのゴロ。これでチェンジになりそうです。ファーストへ送ります。さあライオン、次の打順はクリーンナップから始まります。4回の攻撃中のライオン、序盤3回は残塁にランナーを出しながらもまだ0点という攻撃です。どう組み立ててくるか。次の2投目、ふわっとヒヤッとしましたが、さあ3球目、強烈な当たり、ショートへの打球、ショート取った、一塁送球、中島。そして次、この回はワンアウトになっています。さあ初球、初球ストライク。石崎さん、今日のピッチングはどうでしょう。この球も良かったと思いますけどもね。第2球はどうい、高めのボール球振っていきました。ピッチャーボール球をうまく使います。果たして3球勝負するのか。これも強烈な打球、レフト線に上がった。三塁線わずかに左、ファウルボール。さあ第4球、打ちました、左方向上がった、落ちた落ちた、ワンバウンド。さあランナーが出ました。セカンドどうか、ツーベースヒット、カブレラです。さあ今日は4回途中までを投げ、許したヒットが3本、失点なしのマウンドです。さあ初球はどうでしょう。初球インコースから入りました。ワンボールです。さあ次のボールは、外上がった、打球はショート後方へ、ショート後ろに下がります。引っ掛けた感じですね。ああここは思い通りのピッチングでアウトを重ねました。これで2アウト。さあ打順が変わります。中村、先制のチャンス、期待に応えるでしょうか。2アウトになりました。どこから狙うか。初球見送っていきます。カウントノーワン。このボールは外れました。高めの球、バッテリー1球2球と外してきました。高め外れてボール3、3ボールになりました。ここは入れていきたい、入れてきました。ここでストライクが入りました。さあ5球目、バットを出しません。ちょっと追い込まれましたね。はい、フルカウントまで持ってきた。この球は外れてファーボール。今日出し
そして次は DH、 江藤、先制のチャンスという場面での打席になります。初球はどうか。初球は変化球当たりません。いやー力入ってますね。豪快な空振りでした。座元2ストライク。キャッチャーの要求は三振。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。結局空振り三振に終わりました。さあもう一回今のシーン。さあ4回の裏ホークスの攻撃。初球はどうでしょう。最初は変化球できました。今のはねピッチャー得しましたよ。はい、そのボール球を振って空振りです。外に決まりました。2ストライク。追い込んでいます。この3球目はどうする。3球で決まった。ボール球を振ってしまいました。次のバッターはどうでしょうか。今日の奪三振の数は4となっています。どこに出てくるんでしょうか。初球叩いてくればいい当たり。レフトへ大きな打球が上がっている。これも痛烈な当たり。この打球はレフトへ大きな当たり。これも入るか。入りました。ホームラン。ホームラン。ホームランです。今ホームインしました。2対0。今のはどうでしたでしょうか。いやここでホームランが出ましたか。1点を追加。点差は1つ増えて2点差になっています。今のシーンもう一度見てみましょうか。そして次の8番本田、ボックスに入りました。この回だけで2本のホームランを許しています。第1球。初球振りません。ワンボールになりました。さあ2球目は変化球打ちました。左への打球になりました。まだ前に突っ込む。